津軽海峡に面した観光都市函館市の函館大学で、7つの大学生チームが教育旅行のプランを発表する大会が開かれました。テーマは子どもと海、命を育む生還の旅。主催する海洋観光大学東日本キャンパスは、教員と学生らが海に親しみながら共に学ぶ校舎のない学園で、その学びの一つが教育旅行の研究です。最優秀賞は函館大学 CP4 チームが受賞しました。函館と青森に共通した遺産、縄文文化を体験するプランです。縄文時代から今日まで、海は人、物、情報の生還交流を支えてきたことを学ぶこと、海で遊ぶ楽しさを再発見できることです。海って気持ちが安らいだり、ゆっくりゆったり流れる時間というのを味わえるんで、結構そういうのがちょっと海の良さなのではないかと思いました。優秀賞に選ばれたのは北海道大学鯨類同好会でした。生還でクジラとイルカと海を学ぶプランです。海は無限大の可能性を秘めているっていうのは、私の水産学部でもよく言われることなんですが、それは自分の好奇心次第であって、でその好奇心のそのちょっとのきっかけになるツアーだというふうに私は確信しています。青山学院大学グローバル CEP チームも優秀賞の評価でした。函館で昆布とホタテの食文化を体験するプランです。いつもとは違った昆布の美味しさ、楽しみ方に子どもたちに気づいてもらうように、昆布だしの旨味体験を企画したいと考えています。より子どもたちにも昆布に興味を持ってもらうツアーにしていきたいと考えています。僕も全然知らないんですけど、優秀な教育旅行プランは旅行会社で商品化を検討します。今後、次世代 の、 若い方々 の、 その視点っていうものが、やはり観光業にとっても非常に重要であると。今までの観光業では思いつかないというか、視点を提案していただいたなというふうに思ってます。その商品化っていうハードルも、そんなに高くないのかなと。教育旅行研究大会は来年も開催される予定です。 JPB 旅行券10万円増。海洋観光大学に関するお問い合わせはこちらまで。海と日本プロジェクト in ガッチャンコ北海道公式サイトでは、いろいろな動画を配信中です。